なんですが、年の差23歳は正直恋愛対象になりますか、ノーネさん。あ、年の差23歳か、離れてる。23歳、すごいすごいでしょ。でも精神年齢すごい低いからね。それはわかるでしょ。精神年齢が低い、うん、精神年齢はものすごい低いよ。自分の彼氏にするなら、どう、彼氏の対象になるかどうかですよね、うん、ああ、でも彼氏というもの自体が想像しにくいので、うん、どうなんでしょう。ああ、どうなんでしょうね。まあ、どうなんでしょう。どうも何でもするよ。もう脱毛してくれたら脱毛するし、もうちょっとこう鼻高くしてくれって言うたら整形もするし、すごいな。何でもするわ。何でもしてくれねんって。ああ、素晴らしい。でもまだそんなん全然考えられないでしょ。仕事も忙しいし。そうですね。せやな。千年。まずはまあお父さんぐらいの年やからな。そうですね。ね。はい。お父さんいくつな？と今年41です。うわ。あ。年下や。あ。え？44やもん。おとん呼び捨てにできんの？俺、もう缶コーヒーかわしに行けるよ。変な話やけど、お父さんノーネンって言えんのやな。そう、ノーネンって言う。あ、そう、全然あかんやん。ほんならな、ありえへんわ。お父さんですね。うわー、そうか、残念よね。